ゲームキャトル。おはよう。こんにちは。こんばんは。僕の異次元空間へ。ようこそ。ネグだ。コンタクティー。はい。今回は開封動画です。今回の開封動画は、開封する商品は、こちら。金消しっすね。金消し。まあ、金消しって言っていいんかな？金消しでしょうね。稼働する金消し。稼働する金消し。もうそ、うん。フィギュアはどうなんだ？フィギュアというか。ゴムでできてんのかな？なんかね、みっしり詰まってます。みっしり詰まってるから、パーツは結構あるんじゃないですかね。はい。で、今回稼働する金消し。まあ、僕はあまり金消しはね、そこまで正直、興味ないんですけど、うん、まあ、ラインナップの中にね、ウォーズマンが、ウォーズマン。まあ、この画面出しておきます。ウォーズマンが含まれていたので、これウォーズマン欲しいなと思って、ウォーズマンだけは欲しいなと思って購入してきました。で、今回出たのは、まあちょっとこれ見えてるんでね、あれなんですけど、1個目が、筋肉マン。で、2個目でウォーズマン来てくれましたね。まあ、カラーリングはちょっとこの見ての通り、この、ね、ペールオレンジと言われるやつと、この黒、ブラックですかね、の2種類となっておりました、おそらく。ちょっと、ね、ラインナップ見てみましょう。これ、綺麗に剥がせるか。あ、逆だった。逆でした。まあいいわ。よっ。逆でした。いや、よし、オッケー。開けますね。ラインナップを、まあ、出たよ。この爪がここに引っかかってるガチャ嫌いなんですよ。ここは簡単に取れるんだけど、この跡が、あ、意外とかな、開いたわ。はい。というわけで、ラインナップですね。あと名前、正式名称。2番。あ、シリーズ2なんだね。はい。というわけで、金消しフルアクションスペシャル。ボリューム2ということで、金消しですね。これ、組み立て方法が、こちらに書いてあります。で、ラインナップ書いてねえの？ラインナップ。あ、ラインナップ裏に書いてありましたね。筋肉マン、ウォーズマン、バファローマンと筋肉マングレートの4種類になってます。で、全種類にペールオレンジバージョンとブラックバージョンが存在すると。ウォーズマン以外には全種に握り手と開き手が付属しますって書いてありますね。なんでウォーズマンはついてないんだ。ウォーズマンは、ベアクローね。ベアクローがついてる。超人もロボットもない。ベアクローと頭部パーツですね。笑った時の。ちょっと見えてないかな。ベアクロー握り手パーツとエクストラパーツとして別表情バージョン。頭部パーツがついているようです。まあ個人的にはね、まあ、見やすいだろうから、ものとしてもね、うん。開封動画向きなのは、このペールオレンジの方だと思ったんで、ペールオレンジのウォーズマンが欲しかったんですけど、まあ、黒は黒でいいか。ウォーズマンって言ったら黒だからな。はい、というわけで、結構なパーツだぞ、これ。見てみて、これ。結構パーツありますね。しかもこれ消しゴムじゃないな。消しゴムじゃないね。硬いもん。まあそりゃそうか。消しゴムだと簡単に外れちゃうかもしれないよね。組み立てた時に。まあちょっと黒色なんですけれども。こちらの、ウォーズマンちょっと組み立てていきますか。じゃあ、早速。うっとうしいので、なんか各ブロックに分かれてるからね。まとめて上部をカットするか、カットします。はい。で、早速ね出していくんですけれども、ちょっと筋肉マンじゃまだ、はい、
え、結構これ時間かかりそうじゃない？うんうん、全部出しちゃおう。はい、というわけでパーツはこれだけになって、プラスチックだね、プラスチック、うん、もうちょっと下の方がいいか、はい、プラスチックだわ、プラスチックになってますね。パーツはこのようになってます、はい、これ頭部か、うん、頭部ですね。やっぱりなんかちょっと見づらい、 黒だと、うん、見づらいかもね。で、おててね、なんか、うん、プラスチックってほどプラスチックでもないか、硬くないから、うん、柔らかい、柔らかいっちゃ柔らかい。何なんだろうこれ、どういう素材なのかわかんないけど、あ、なんか部位によってね、部位によって硬いとかありますね。これプラスチックですね、こういうの、まあ、質感でわかるよね、まあ、全く動かない、うん、質感で、こっち、これはプラスチックですね。でこの頭もなんかゴムっぽい、ゴムっぽいです、ゴムっぽいですね。でこの手もゴムっぽいです。さっき見せたけど、うん、だいぶ柔らかいですね。あとはこれは足のどっかの部分だと思うけど、これも割と柔らかいですね。プニプニしてます。はい、こうなんていうの、接続部分とかね、そういったものはこう硬いパーツでできてますね。硬いパーツというかプラスチックね。これもプラスチックですね。ボディ、あ、この体もプラスチックですね。うん、もう、光り方がね、もう、いかにもプラスチックって感じですもんね。うん、腰回り、うん。ここもプラスチックですね。あとこれもなんかの接続する部分でしょう。これも、硬いです。プラスチックになってます、はい。というわけで早速組み立てていきますか。では、このね組み立て方を参考に作っていきます。うーん、右腕の組み立て方、右足の組み立て方ね。じゃあ右腕からまず作っていきますかね。右腕は4番とか言われてもわかんねえな。これ何番だ、書いてある？書いてあるか。L、R とか書いてあるけど。これ何番だこれ。9番？ 9 番かなこれ。いや、わかんないな。ちょっと待って、何番とか書いてあるか、どれだ、わかりづらい。あ、わかったわかった。4番はこれっすね、これだ。4番、この左上のこいつですね。でまずこいつを切り落とします。これね、多分結構時間かかりますよ。しっかりしたプラモデルみたいな感じになってる。で、4番ね。あ、こんなん一個ずつ見せなくてもいいか。4番と、7番は同じところからですね。7番、この棒ですね。7番と、いいね、このなんかプラモデルとかってたまに作りたくなりますよね。そうでもないですか。たまになんかプラモデル作りたい欲求みたいなのが出るんですよ僕。そういう時に嬉しいですね。で7番と3番、どれだ、3番、これか、これですね。3番、どっちだ、こっちだな。これが3番ですね。これが3番。よ。あ、これゴムでできてるな。3番。3番と、5番、6番。どれだ ?5 番、6番が、これとこれですね。
5番よで、6番よよよっと、はい、5番6番6番まで切り落としました。んで、2番と1番ね。2番どこだ。2番は輪っかっすね。これっすね。これが2番です。これが、どっちを切ったらいいんだ、これ。一緒か一緒なのかな。ちょっと違うのかな。向きがわかんねえんだよな。どう切ったらいいんだろう。一緒かな。なんか若干違う。でも一緒だな。一緒っぽいな。まあいいや。もし失敗したら、作り直したらいいんだもんね。はい。というわけで、2番。はい。で、1番がお手手ですね。おっと。まずは、パーですか。パーを使いますか。もうこの辺全部切り離しちゃってもいいな。こうでこうかな。はい、当てて全部切り落としました。というわけで、早速組み立てていきますか。まずは3番の腕に4番をこの隙間に入れて、この棒で固定するんですね。棒でね、棒に入れ込んで、通るかこれ、ちゃんと位置、あ、通りましたね。はい、入れて、はい、ボールジョイントがくっつきましたね。はい、こっちか、こっちっすね。で、6番をこの穴に刺すんだけど、これを5番とまず5番に刺し、5番と6番を組み合わせてで6番を穴に刺し込む。硬いぞ。よ、刺し込みますと。差し込んだね。はい、差し込んだら、この輪っかどっち向きだろう。どっち向きでもいいんかな。あ、なんかあるな。あ、こうですね。これをここにくぼみがありますね。でこっちにはこのくぼみに差し込む部分があるので、こっちで間違いないでしょう。これをここに差し込んで、お手手をつけると。ほい。ん？どこだ？合ってるか？硬いんだよ。はい、OK ですね。はい、刺さりました。これで、右腕が完成ですね。右腕が完成です。はい。まあ、同じように、左手もね、作っていきます。はい。というわけで、右腕、左腕が完成しました。はい。右腕、左腕が完成したので、次は、右腕、左腕はここに置いておいて、次は、左足の組み立てですね。17番。これですね。これの、こっち側かな。はい、こっち側、左側、このパーツと、おっと、17番、18番、19番、細かいな。18番がこの部分ですね。18番がこの部分、
よいしょ。よいしょ。よっ。18番。19番がこの子ん19番がこれっすね、こっち側ですね。今度はこっち側、この部分ですね。19番と、20番は、ちょっと待って、こっちだったかな？一緒か、これ。一緒ですかね？間違えたかもしんない。うん、これが19だな。これが19だ。これが19で、これが19で、なんで、これが20番だね。20番。20番をカット、よっ。20番の、次が23、これだな。さっき切り落とした18番の下が23ですね。あ、取れちゃった。23だな。うん、この23番を切り落とします。膝かな。うん、23で、あとは21っすね。21がこれですね。21、これどっち向きなんだろう。またこれかな、こうかな。すねの部分ですね、おそらく柄的に。うん、でこれが21番ですね。21番をします。はい、21番、よ、はい。で、あとは22番ですかね。22番、足ですね、こっちですね。22番を切り落とします。おい、はい、切り落とせたので、早速組み立てていきますね。17番、これはどっち裏に向けておけばいいんだ。こうですかね。はい。に、この17番に、18番。これだね。これの、ここを差し込むかな。こうかな。ほんと？待って。違うな。ちょっと待った。これに、19番だな。19番の、こいつをここに刺して、あ、ちょっと待って、むずいぞこれ。19番と18番をまずここに、19番をここに刺し、刺さるか、硬いな、ちょっと、よっ、刺さった、刺さってないな、ちょっと待ってよ。はい、刺さりました。うん、18番と19番を刺したら、この四角を、この足のね、この穴に刺す。これ結構細かいな、マジで。ちっちゃいからね。で、この穴に刺す。刺さったか？刺さったのか？あ、刺さったね、多分。うん。で、この突起、見えるかな？あっとくとくと。見えるかな？この突起に、こいつですね。こいつを、向きに注意って書いてあるな。向き分からんけど、どうなんだろう。細けえな。で、ここに刺すのかな。刺さったよね、多分ね。コンビートも、向き的にも。はい。まずここに刺し込んで、で、20番、こう、今度18の下の穴に20番を刺すと。これ、硬いのよ、ここ。ちょっと細かいし。うん。ちょっと待ってね。はい、刺さりました。はい。で、ここに、
すねですね。すねに当たる部分を通して、このボールジョイントのところに足を刺すと。よっ。できたか。入ったか。入らないな。硬いな。どれも一定の力いるぞ。はい、はい、はい、ありましたね。はい。ということで、これで、なんか逆じゃない？こんなもんなのか。なんか逆な気がするな。まあいいか。逆でもいいや。付け替えればいいからね。というわけで、これで左足が完成ですね。本当に合ってるかこれ。じゃあ右足も作っていきます。はい。というわけで、右足、左足が完成しました。やっぱりね、おそらく足の方が違ったような気がしたので、向き的にね。なので一応付け替えました。足の、ね、これね。どうなの？多分合ってると思う。また、違いそうだったら付け替えればいいからね。はい、というわけで、足が完成と。ね、足完成しました。次に、体の組み立てですね。体は、まずは、ノーマルの顔にしようかな。やっぱり。ノーマルの顔。これが、一つと。顔と、で、9番。9番が、これですね。もう、ど真ん中ですね。ど真ん中。これが9番です。9番。よっ。よっ。9番。で、8番がこの両サイドですね。8番。両サイド。これとこれですね。8番を。でどっちもですね、これはもうどっちも使います。どっちも使うのでどっちもカットしていきます。切り取りづらいね。よっ、あー、よっ、よっ、よっと。はい、8番。で次に10番は初ですね。10番はこっちですね。これですね。10番を切り離します。よいしょよいしょ。10番で次11番。11番はこいつですね。11番はこの反対側のこいつです。こいつを切り取ります。よいしょ。よいしょ。はい。で、次に、これもからかな。はい。で、次に、12番。12番、今度はこいつですね。このど真ん中の、ど真ん中のこいつを切り離します。12番。よいしょ。よいしょ。はい。12番ね。で、次が、ボディですね。11、12と15、14。15、14ですね。15、14。切り離します。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。と、背中ですね。背中を切り落とします。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。画面今映ってた？僕、割と画面外で切ってるからさ、もしかしたら映ってなかったらすみません。今後気をつけます。で、13がこのパンツになりますね。これが13番。よっ。もしかしたら全体的に切ってるところ映ってないかもしんないな。だとしたら、ごめんね。はい。というわけで、全部カットし終えたので、ここからね、また、ボディを組んでいきます。はい、じゃあ、まずは、この9のパーツを10のパーツに差し込むんだけど、10どれだ？
銃はこれかな。この穴にまず銃を差し込んで、硬いな、ほんと。どれも結構硬いですね。しっかりしてる、しっかりしてる、させてるっちゃそうなのかもしれないけど、結構硬いですね。ここあるか。ここ別になさそうだよね。これってさ、もう別にこういうパーツでよかったんじゃないの？うん、ちょっと刺すわ。はい、できました。これね、9番と10番は正直めちゃめちゃ硬いから、こいつをここに刺すんだけど、硬いからね、ラジオペンチを用意してこう、ね、なんか、こう、グッと、グッとしてあげた方がいいかもしんない。まあ、僕は今使わなかったけどね。はい。というわけで、9番と10番ができたら、10番のこの、ここをね、突起横の11番の、この中に、差し込みます。はい。こうですね。はい。これは、余裕でしたね。で、この状態を作ったら、今度は、12番のこのボールを、11番の、ここにね、差し込みます。はい。差し込めた。で、ちゃんと差し込めてるのかどうかよくわかんねえんだよな。よっ。こんでいいのかな。まあ、とりあえず、ちょっと、これで、よしとしましょう。はい。そしたら、8番。どこかな、ちょっとわかんない。まずは、じゃあ、まあ、ボディつけるか。ボディを、ここに差し込むんだけど、あ、やっぱりね、8番をこの11番のここに入れた方がいいですね、先に。ここですね。ここに差し込みます。で、反対側も、ここに、差し込みます。よっ、硬いな。たまに硬いのやってくるな。ここに、差し込むと。はい、差し込みました。はい、ここまでできたら、ボディを、この突起部、こっちか。こっち側を、この突起をね、この突起を、ボディの穴に合わせると。こうですね。やっぱりハマってないのかな？あ、できたかな？はい。おそらくハマったと思うので、そしたら、今度は、背中を、に合わせると。ハマったね、うん。若干隙間空いてるけど。まあ、いいかな。ハマったな。はい。で、これでボディ完成と。で、パンツを、ここに差し込む。この突起物ね。二つの突起。前後の突起を、くぼみに合わせるね。よし。お、できたね。はい。という感じでボディ完成。あんで頭をつけなきゃな。頭を、はめると。おー、できましたね。やっぱ、ウォーズマン黒の方がいいかもしんない。黒かっこいいな。まだ出来上がってないけど。かっこいいぞ。はい。で、ここまでできたら、次は、手足だね。さっきの。この手足をつけていきます。この、ボールジョイントをここにはめ込むんだな。よし。はまってないな。はまるのか、これちゃんと。奥行っちゃったぞ。はまるかこれ。ちゃんと。あ、はまった、はまった。カチッと言いますね。うん。で、こっちにも引き出せるんだな。ちょっと今見えてなかったかも。うん、カチッと言うまで差し込みます。こっちの腕も、ここにカチッと言うまでね。うん、カチッと言ったよね。うん、これで差し込めました。で、これは、こうした、ん？すぐ、割と外れちゃうな、これ。よっ。はまったか。はまったのかな？はまったと思う。あ、すぐ外れるな、意外と。ちょっと待って。よし。
2回目からは勝ちって言わないな。うん、まあいいわ。で、今度は足を穴に差し込む。勝ちっていうかね。意外と硬いな。首も抜けちゃうしな。やばい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 。これ硬いのよ。まあいいわ。足もな、外れやすいかもね。ちょっとはめるわ。はい。というわけで、これでね、全体的にくっつきましたね。うん。意外と脆かったりするからさ、つけるのが結構大変かもしれないですけど。うん。ちょっと見えますかね。おー、いいね。かっこいいな。こうやっていいとかっこいいな。うん。で、これで一通り完成ということになりますね。普通に立ってくれるかな？立ってくれますね。ちょっと、この辺に今後並べてもちょっと分かりづらいかもしれないな、こいつ黒いから。そういうこと考えたらやっぱり、ペールオレンジが良かったのかな？まあ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 。とりあえずね、これでウォーズマン完成です。こんな感じになってますね。で、まあ、ウォーズマンなんで、付け替えパーツとしてね、こういった、ベアクローですね。ベアクローのおててが、左右ついてます。左右のベアクローに、付け替えが可能と。で、あとは、頭部ですね。頭部。頭部パーツとして、こう、なんていうんですか。このね、見えるかな？見えますね。このスマイル。スマイルバージョンの頭部パーツも付いているので、付け替えることが可能と。はい。というわけでね、結構時間かかったな。どうなんだろう。トータルして、まあちょっと撮影してね、喋りながらっていうのもあるかもしれないけど、1時間ぐらいかかったかもしれないな。作りがいはありますね。作りがいはありました。なんか楽しめましたね。500円で、こう作ることもできて、うん。で、この自分の好きなキャラクターでってなったら、結構コスパいいかもしれないですね。うん。で、まあ、あともう一体、こう、いろいろ稼働するんで、そうなのよ。こうやって簡単に割と取れちゃうんだよね。うん。稼働するので、細かくね、こう、稼働するので、このように。稼働するので、もう一体いれば、こう技をね、かけたりっていうのができるんですよね。うん。まあ、これからまたもう一体作るとなるとあれなんだけど、まあ、ちょっと筋肉マンは、必要に応じて作りたいなと思ってるんですけど、はい。というわけでですね、今回は、金消しフルアクションスペシャルボリューム2の開封と、組み立てですね、を行いました、最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手はネグでした。また会いに来てね。おつめーだ。またね。バイバイ。